TOKIO の松岡昌宏46の主演ドラマ『家政婦の三田園』テレビ朝日系が10月10日スタートの第6シーズンで初めてゴールデン進出する金曜深夜から火曜夜9時への引っ越しに期待が膨らむが喜んでいられない事情があるようだ同シリーズは大柄な女装家政婦三田園薫松岡が 派遣された家庭の内情を覗き見し、そこに救う根深い汚れをすっきりと落としていく痛快ヒューマンドラマ。2016年に金曜ナイトドラマ「枠」で誕生し、前シーズンまで同枠で放送され続けており、昨年は松岡主演で舞台化もされている。前シーズンに続き、結び家政婦紹介所の所長、由井頼子としてよきみ子、67、 彼女の甥っ子で見習い家政婦村田光として兵聖ジャンプの異能系、32らも出演視聴者には固定ファンが多くゴールデンでも人気となりそうだが東山紀之57のジャニーズ事務所の取締役社長就任芸能活動の引退を受け同局系ドラマの人気シリーズ必殺仕事人と刑事7人が終了します 同ドラマにはジャニーズの若手がキャスティングされ、強い忖度が働いているとささやかれていました。テレビ朝日のドラマは東山に加え、井ノ原義彦47も、特捜9に主演するなど、ジャニーズ色が強い。どれも人気シリーズではありますが、これを機に終了させようとしてもおかしくないでしょうね。 9月7日にジャニーズ事務所が行った会見の後、タレント自身に問題があるとは考えていないため、これまでと同様に起用は継続すると発表。しかし、一方でジャニーズジュニアが出演する同局放送のバラエティ番組、裸の少年については、9月26日に開かれた定例社長会見で、企画をリニューアルする可能性があると説明していた。家政婦の,ミタゾの ももこれれまで通りとはかないいい。かかななし家政婦の三田園、和前シリーズが深夜帯にもかかわらず世帯視聴率が7.0%ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録した人気シリーズなので、いきなり打ち切りということはないでしょうが、数字次第で深夜帯に戻される可能性もあるでしょうね。また、た昨年のの舞台が好評だったので テレビシリーズがなくなくっても、舞台に場を移すす。可能性はあります何にせよ、安泰というわけにはいかないでしょう。前出の勇敢誌デスク。長期シリーズ作となっていた『家政婦の三田園』だが、ゴールデン進出のタイミングで思わぬ難局を迎えそうだ。今回はイブ、イマサト桃74、黒木瞳62、前田美貼75などベテラン俳優に加え、 松岡と絡む新人家政婦として、若手人気俳優の桜田日和20の出演も決まっており、勝負となる第6シーズンに注目したい。